おはようございます。4月13日水曜日、チンチラヘアンポタイム始まります。はい、初っ端からいきなり2匹してチラツボで砂浴びしてます。ついさっきちょっと砂を足したんだけどね、砂を入れてるのを見るとすぐこうやって入りますね。そう、1個だけチラツボ空いてますね。もうロキは3箇所とも砂浴びを一番最初に済ませました。一番風呂ならぬ一番砂を使うのはロキって、この子たちの中では何か決まってるんでしょうかね。いつも大抵ロキが一番最初に入ります。それなのか一番最初にロキが入って何かわかんないけど確認してるんでしょうかね。今日も暑くなりそうなので今窓を開けてます。で、窓を開けてるのでいろいろな音に、特にマニーがビクビクしてます。昨日の夜も親子別々のお家に入って過ごしたレイヤとマーニーですけど、どうしてもマーニーはママのいる方に入りたくなるんですね。まだまだお子ちゃまです。はい、はい、前にどうぞ。ロキー、おやつ、おやつ、おいで。どうしてもお家から顔を出して食べると言って聞かないロキでした。マニー、マニココ、マーニー、マーニーは残していきましたのであげました。はい、フレイヤも、はい、ドライレーズンどうぞ。食べれたかな。あるからいいかなって思ってます。みんなしてフレイヤのお世話してますね。はい、じゃあマーニーは、マーニーとロキーはよいしょ、はい、ひまわりの種。フレイヤはどうする？フレイヤどうする？ドライレンズ食べる？
食べる。はい、どうぞ。なんちゃんは、お食べた。なんちゃんはのお、みんなでおやつ。外で何か物音がしたので物音に驚いて一斉に逃げてます。あ、大丈夫だったわって感じだね。あ、大丈夫だったわ。で、戻っておやつの続きを食べてます。はい、今日のおやつはここまでです。フレイヤ仲良しですね。この仲良しっぷりはね、マーニーが生まれてからも全く変わりなく仲良しですね。のきちゃん、のきが頑張ってかじった結果、上のお部屋から下のお部屋をこんな風に覗くことができるようになりましたね。ついにね、ずいぶんしっかりかじりましたね。穴開けましたね。どこまで今回穴開けるんでしょうかね。前のお部屋の時みたいにまた V 字型になるまでかじるんでしょうかね、この子は。
の場合仲良しなんだか、それともフレイヤとフレイヤとというか、フレイヤをお部屋から出したいのかな、もしかして。フレちゃんそこから出てってよーって、僕もお部屋に入りたいよーっていう感じのロッキーなんですかね。でもロッキーが入り口で陣取っている限りフレイヤは出れないんですけどね。パッと見でわかりますね。ここに毛玉ができてます。毛玉ここですね。ここが毛玉になってるんですね。なんでこんな風に毛玉になるんだろう。まあ、獣医さんのお話ではですね、まあ、原因はわかんないけど、毛玉は櫛で溶くとかしてほぐしてあげた方がいいということなので。でもロッキーは櫛で解かれるのはあまり好きではないので、今まではね手でやってるだけで取れてたんだ